皆さんこんにちは、ボンドチャンネルズッチーパフォーマンスです。今回はボンド大宮からカスタマイズした車両をご紹介させていただきたいと思います。紹介してくれるのはいつもの富山店長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回紹介する車がこちら、はい、 RS5 です、ね、すごいの来ましたね、はい、これそうですね、まあ、後期なんでタイミング的にも、まあ、新しいですし、もうぜひぜひご紹介するべき車じゃないかなと思って、はい、今日は。そしてこちらの車、はい、オーナー様がまたちょっとすごいんですよね。そうですね、もう数々の輝かしい車歴で、持ちがいろんなショーに出展してますけど、かなりの確率でこのオーナーの車が入ってるっていう。ボンドチャンネルでも過去をご紹介させていただいてたりとか、もう何台もあります、ね、ちょっと具体的にはちょっと紹介できないですけど、そうですね、はいはい、いろいろの乗りついてるお客様です。そうですね、ありがたい限りで。で今回もこんなにビシッと決まってるという。そうですね、はい、どこから行きましょうか。やらせていただきました。まあまあまあ、ちょっとこう、もう見た目からもうこれおかしいじゃんっていう感じなんですけど、こんな色ないじゃんっていうことで、まあ、これ純正色にまあ、フルラッピングというかステルスフィルムですね。前にゲレンデとかでもご紹介してますけど、純正のもの、黒いメタリックのボディにステルスフィルムをこうフルで貼らせてもらったっていう感じですね。こう貼るとツヤがなくなるフィルム、はい、そうですそうですそうです。そして傷を防止しつつそれができるという、はい、そうです。保護目的も、もちろん大丈夫ですし、まあ、手入れもすごくしやすいんで、まあ、こういう黒ボディってやっぱ傷がつきやすかったり、まあ、外置きの車だとやっぱ汚れやすかったりするっていうのが、まあ、ちょっとぐらいの汚れだともう拭いて終わりっていうこともできるんで、まあ、非常にこう、まあ、扱いやすいですし、まあ、車を長く乗るっていうことで考えてもおすすめの、はい、まあ、マストアイテムとも言えるんじゃないでしょうかっていう、はい。純正これマットないですよね。マットないですね。だからもう目立ち度が半端ないですね、うん、半端じゃないですね。何これってなりますよね、はい、これちょっとまあ黒でステルスフルちょっと初めてだったんで、まあ、どうなるかなと思ったら、まあ、めちゃくちゃ良かったですね。そしてこの手のフィルムだとやっぱり貼ってないところあると目立っちゃうんですけど、はい、これ全部貼ってあるんですね。全部貼りましたね。当然隙間もこの蓋も、はいはい、このリップとこの入り組んでるところとかも全部貼ってあると。全部貼ってありますね。で、RS5 はエンブレムとか純正で黒いところが多くて、基本ブラックアウトが必要ない仕様なんですよね、まあ、うちの仕事がなくなってる感じですね、まあ、そうですね、はい、で、まあ、逆にその元々の黒いところっていうのは逆に黒、まあ、黒ツヤありのまま残して、でカーボンもまあ残して、でボディ部分だけをこう全部ステルスにしていったっていう感じですね。まあメリハリも出てすごく良かったなと思います。グロスのところとこのカーボンのところが余計際立ってるというか。そうですね。で感じになってる。はい。で、まあ、もちろんこの、まあ、ちょっとメッシュは厳しいですけど、まあ、レンズ類とかこのカーボンのところはまあ、ツヤありのプロテクションフィルム全部貼ってあるんで、まあ、全体的に保護されてる感じにはなってます。そうなんですね。よく見たらこのレンズの表面にもフィルムが貼ってあると、はい、結構ヘッドライトなんかも傷つくと高いですからね。そうですね。これやっぱボディと違って塗り直せないっていうのがまあレンズなんで、レンズってやっぱ傷が入って拭いても取れない汚れとかってもう必ずつくんで、まあ、そういうのはまあ貼ってあげとくと、まあ、気になってきたらまあ貼り替えるだけっていう意味でも、まあ、車をきれいにこう乗れていくんで、はい、おすすめですね。本当に貼った感がないこっちは。ないですないです。ツヤありの、はい、でよく見るとこういう際のこのカーボンのパーツとかにも全部貼ってある、はい、全部貼ってあります、はい、でびっくりしたのはこのヘッドライトの脇、はい、ここも貼ってあるという。貼ってあります、はいはい、全部なんですね、はい、でちゃんとツヤありとツヤなしをこう使い分けてるんで。そうですね。場所によってまあ部分的にツヤあり、部分的にというかまあ全体的にまあツヤなし、はい。これちょっと本当に好きなく貼らないと成立しないスタイルですね。そうですね、まあ、かなり、まあ、作業する側は大変ですけど、でもまあ車のためにでやっぱ乗っていくっていう、その綺麗に乗っていくっていうためにはすごく良かったと思いますね。なるほど、うん、そしてあとまあモールのところなんか細かいところなんかはちょっと後で見ていきたいと思うんですけど、はい、やってまいりましたタイホイール、はい、アメリカの単造ホイール1221が。そうですね、はい、まあ、やっぱこの
まあ、一押しの一つですよね。これめちゃくちゃかっこいいっすね。でこれ今回も R1551VIP シリーズ、造形が素晴らしいですね。このコンケーブと肉抜きと、うん、もうあらゆるところが抜けてるという。そうですね、これフランジのところも抜けてますから、はい。そしてこのフィニッシュは王道のブラシドで。そうです、そうです、はい。最近ちょっとこう手の込んだフィニッシュ多いじゃないですか、うん、はいはいはい。横だけちょっと変えたりとか、はい、色もちょっと絶妙な色を攻めたりとか、そうですね。まあね、シンプルイズっていうわけじゃないですけど、やっぱそのホイールはホイールとしてこう、まあ、ドーンと主張したいなっていうのもあって、まあまあボディが黒なんで、でメッキパーツがないっていうことで、逆にホイールシルバーでいいんじゃないかなっていう。これめちゃくちゃ似合ってますね。かっこいいですね。でサイズがまたこの絶妙な21インチという。そうですね、純正が20まであるんですかね。20です、20です。だから1インチアップ。はい、はい、そしてこのタイヤの扁平が今回25っていう、タイヤが切れるんじゃないかっていう、このヒヤヒヤしながらでも見た目のバランスめちゃくちゃ良くないですか。いや、めちゃくちゃいいです。ちょっとドキドキしましたけど、まあ、正直現場からは30じゃダメなのかってだったけど、いやこれは25で行こうということでまあもし組み込み時に切れちゃったらその時考えようっていう、はい。結構30と25ででも厚みが違うんで見た目変わってきますし、うん、車高も若干上がっちゃうんですよね。そうですね、はい。今回のまあスタイリング的にはこの25で、はい、いや良かったなと思います。レグライト、まあ、アウディも足がだいぶ優秀になってるんで、これ何度か乗らせてもらいましたけど、全然ここまで下げて扁平が25でもそんなに乗ってきつい感じ全くないん で、 で、ね、はい。でも最近の車本当にそうですよね。いいですね。これタイヤこんな薄くて大丈夫、うん、っていうのでもう全然普通に乗れちゃうという。そうですね、なんか純正で大きいホイールがついてるのもやっぱ増えてるし、なんかその辺きっと考えられてるんじゃないかなっていう雰囲気を感じますけどね。あとは本当に段差とここ、うん、平行になんかこう入る時だけですよね。気をつけるべきところはかなり乗れちゃうっていう、もう地面からこのホイールまでがもうこんなものしかないんで、その乗る時だけは乗り上げる時だけはちょっと気をつけなきゃいけないかなと思いますけど、まあ、そこだけ気をつければそんなに大きくこう実用性を。そうですね、もう全然こう走ってて前が吸っちゃうほどの車高じゃないんで、意外にも。でまた数々そういうカスタマイズされた車をお乗りいただいている方なんで、はい、そうですね、まあ、余裕という、はい、まあ、慣れてらっしゃる方ですし、あんまりホイールを傷つけたよとかそういうこともないお客様なんで、はい、まあ、うちの方でも安心というか。なるほど、はい。そして今回ホイールこれ中は真っ黒黒なんですね。そうですね、なんかこうちょっと立体感出ていいんじゃないかなっていうところもあって、で中はシルバーだとちょっと汚れ目立つの嫌だなっていうのもあったりとかで、まあ、キャリパーを今後塗ろうかどうしようかっていうのもあったんで、まあ、シルバーより黒かな。なるほど、はい。結構その汚れが目立たないとかディスクがこう目立って、そうですね、まあ、ボディが黒だっていうこともあって、なんかこのホイールがこうちょっと浮き出てくる感じ、確かに確かに、想像したらこの、まあ、中黒にするのがいいんじゃないかななんて思って、今回はインナーは黒で、はい。なるほど、これいろいろできるんですよね。だからなんかできます、できます、はい。まあ、シルバーにもうしておきますし、まあ、中一緒に塗ってって言ったらまあ塗れますし、はい。で今回ツヤありの黒ですけど、はい、ツヤ消しの黒にしたりとかできますね、はい、狙ってるスタイリングによっていろいろできるものです。であとは今回はこの絶妙な車高。そうですね、はいはい。ちょっとこれ入庫してもらうたびにちょっとこのやっぱりこうがいい、やっぱりこうがいいってちょこちょこっとこの微調整を繰り返してますけど、まあ、今回、はい、これがまあ一番いいスタイルじゃないかな。これちょっと低すぎるぐらいですけど、うん、めちゃくちゃかっこいいというか。かっこいいですよね。これちょっと、うん、僕RS じゃ同じことできないですけど、うん、A5 でちょっとこのぐらいで乗りたいなと思いました。A5 でもだいぶ背伸びしてますけどね。そうですね、はい、そうですね。これめちゃくちゃかっこいいですね。いやーかっこいいですね。でこれ RS5 なんで油圧の制御のシリンダーが入ってるんで、うん、はい、これ交換がすごく大変なんですよね。大変ですね。もうこの際現場が泣くのはもうしょうがないですで具体的にはカーベンの HAS。 そうです、そうです。純正ショックを生かしたまま車高超過するキットで。そうです、は
はい、だからさっき言ってたその微調整なんかも割とできるという、はい、できます。結構ダウンスプリングなんかだとこう前後のバランスなんかもこう気にした時に調整できなくなっちゃうので、ね、ちょっと後ろが高いなとか前高かったなっていう時に結構やっぱりこの日々乗っていくと気になるんで、その辺はやっぱ調整できるものの方が確かに、まあ、値段がまあ多少変わりますけど、ただその値段なりの満足度っていうのはまあ、得られるんじゃないかなって思うんで、はい、で中のその乗り心地の、はいはい、調整なんかもそのまま使えちゃうと、はい、そのまま使えます、はいはい、この足元になってございます。そうですね。であとはもう本当にプロテクションのこの張り込みがすごい、はい、そうですね、このモールとかこのルーフの際とか、はい、どうしてもこの角の一番角、うんうんうん、このボンネットのそのとんがってるとことかはやっぱりこう、はい、張っちゃうとこ剥がれてきちゃうんですよね。そうですね。この先端だけ唯一こう、はい、なんですか、元色が出てますけど、はい、あとはもう全部このだってどうやって張ってるんですかっていうこのボールのゴムの際、はい、そうですね、ルーフのこのこういうとことか、まあ、頑張って張ってもらって、あとはまあバラせるところはバラしながら、張ってますんで、でまあドアとかもアウトハンドル、ミラーはもうバラして、あ、なるほど、はい、この辺なんかもじゃこの辺なんかもこう爪で結構傷になっちゃったりとか、そうですね、しますから貼っとくと結構いいですね。そうですね。で当然これミラーもこれ貼ってあるんですよね。貼ってあります。すごい。ちょっとこの土台部分だけがまあ素材なんですけど、あ、ここだけは素地で、はい、まあまあまあ全然目立たないんで、結構ミラーもこの季節だと虫ついたりするじゃないですか、はい、しますね。プロテクション貼っとけばゴシゴシできるし、もうすぐもう拭いたらすぐ取れるんで、まあ、あとは究極は張り替えもできますからね。できますね。だと下回りなんかもこの使い分けで、はい、そうですね、カーボンの方にはグロスが貼ってあって、はい、まあまあサイドスカート本体はまあステルスが貼ってあって、はい、カーボンはやっぱり傷つけたくないですからね。確かに修正できないですからね、うんうん、で、あとは僕車両紹介で、はい、RS5 何台か紹介させていただいてるんですけど、はい、この RS5 ってちょっとドア開けていいですか。このサイドステップの厚みが半端ないんですよ。あ、まあ確かに。だから乗り込むときに結構引っ掛けちゃうんですよね、サイドステップの先端とかこのカーボンのところとか、足で。これある程度このちょっと角を、まあ、1センチ、1.5センチぐらい巻き込んでるんで、巻き込んでるんですよね、はい、だからちょうどこのかかとが当たりそうな位置とか、うん、多少当たっても、そうですね、まあ、サイドはやっぱりこう靴が当たって傷ついてっていうのは結構あるんで、この辺はある程度巻き込んで貼った方がまあまあ、外からも内側からも見栄えがいいですよね。でもっとガードするんであればこの内側をその透明プロテクションは貼れますよ。ツヤリノとかでも貼れる。貼れます貼れます、まあ、使い勝手とかその加減によっていろいろできるんじゃないか、うんうん。そして後ろもこれディスクは一緒ですか、はい、フロント、あ、後ろの方があれなんですね。後ろの方がやっぱり彫りが深いですよね。なるほど、うん、アウディですから同じ太さは275ですけど、はい、ブレーキのキャリパー分、そうですね、前後 10J でただまあそのディスクの形だけ違うよっていう。この造形でコンケーブしてるとすごいですね本当に。いや、やっぱかっこいいですよね、芸術作品。やっぱコンケーブだね。そして今気づいたんですけど、ボルトもしっかりクロームのボルトに交換してるんですよ。チタンが入ってる。あ、これチタンなんですか。なるほど。でもチタンにしてもチタンの焼け色はしないんです。しないです、はい、ちょっとそこは大人なチョイスなんです、はい、シンプルで、あんまりなんか攻撃的にしても、はいはい、まあ、十分攻撃的じゃないかっていう分かりやすい、そういうカスタマイズはしないと、はいね、はい、なるほど。なんかこうシンプルな方がやっぱり分かりやすいですよね。でもう当然全部貼ってあります、うん、急行なんかもちょっと気になるところですけど、はい、もう際までさすがにここはちょっとこう折り返したりとかしてますけど、うん、もう際まで全部貼ってあると。こことか本当どうやって貼ってんですかね。めくれないですよだってそこはやっぱもう長年やってもらってる、まあ、そのテクニックなのかな、やっぱりテクニックだけにですか。テクニックだけに内輪すぎて多分通じないですか
でもやっぱりこうプロテクションとかフルラップって、うん、その言うのは簡単ですけど、その仕上がりって結構僕らいろいろ見てきてるじゃないですか、はい、うんうんうん、それ仕上がりって結構違いますよね。違いますね。やっぱそのまあゴミが入っちゃうよとか、あとはその角の処理も、うん、結構そのプロテクションってやっぱその角をちょっとこのボンネットの端っことかやっぱよれちゃうんで、角を抜いて貼るところが多いんですけど、結構キワキワまで貼ってくれるんで、そのステルス貼ってもやっぱその目立ちにくいっていうのが案内する側としてはめちゃくちゃ嬉しいですけどね。確かにもう一言でフルラップとか金額いくらですって言っても結構その貼り方が違うんで、そうですね、その辺ちょっと細かく見ていただきたい部分じゃないかな、うん、はい、これまあボディラッピング、まあ、ラッピングフィルムと違ってその厚みがあるんで、その角はそうなんですよね。そうですね、そんなにこの器用じゃないんで、器用じゃないなりにこの目立たずに貼ってくれる、際まで貼ってくれるっていうのは、まあ、うちとしてもまあありがたいことですよね。そして後ろは同じようにもう全部フルラップ。テールランプはこれさすがに貼ってないんですかね。テールはまあ飛び石食らう感じじゃないんで、ただこの横はしっかり貼ってあるんですね。 ここまでは今発見しましたか、まさか富山さん横貼って貼ってるんですよ。横だけ貼ってるんだ、すごいっすよね。だからこれお願いしといて気づかなかったここまでしか入ってない、うん、でこれウイングも貼ってあるんですね。ウイングは、はい、一応カーボンなんで、ウイングというかリアバンパーとかは多分貼ってないと思うんですけど、これはだからこの表のところだけ貼ってあるという、はい、ここまでですかね、はい、でこれ貼るってことは一回じゃ外してるってことですか。いやこれこのままっすよ。あ、これ外さないでこの際で、はい、やってんすね。そうっす。なるほど。じゃあこういう複雑な形状のスポイラーがついてるのとか、複雑な形状のトランクとかでも、うん、まあ、ある程度追いかけて、まあ、ギリギリまで貼ってもらえる感じですね。確かにこの本当に際のところだけちょっと見えちゃうぐらい、うん、あとはこのマークなんかも全部外して、そうですそうです、一回貼ってるんで、はい、もうこの辺は際が見えないという。そうですね。本当にもう言われないとフルラップというかそのステルスでマットを分かんないですね。まあドア開けて初めて分かるっていうか、オールペインとかなんか限定車かと思っちゃうぐらい。そうですね、そのぐらい。こんな車あんのみたいな。やっぱ綺麗に貼ってると、まあ、例えば来店したお客さんにもこれオールペンですかみたいなやっぱ聞かれるんで、まあこの一般の人がやっぱオールペンと間違えるぐらいのクオリティが出せるっていうのがやっぱいいですよね。はい、というわけで今回はボンド大宮でカスタマイズさせていただいたアウディ RS5 スポーツバッグをご紹介させていただきました。これあれですね、ステルスはいろんな車で行けちゃいますよね。行けます。基本的にその車を選ばないっていうか、まあ、もちろんその、まあ、極端にちょっと異形な部分があったりすると、まあ、分けて貼ったりとか、まあ、そういうちょっと工夫して貼るっていうのはありますけど、あとはまあボンネットの大きさで1枚で貼れないよとかっていうのはありますけど、うんうん、基本的にはどんなものでも貼れるものなんで、はい、アベンタとかどうなんですか、いけちゃうんですか。アベンタいけますよ。あ、本当ですか、はい、じゃあああいう複雑な形状でもいけます。いけます。ある程度ちょっとこのパーツとこのパーツ分けて貼りましょうとか、まあ、そういうのありますけど、ちょっともう全く貼れませんっていうのは基本的にないし、じゃあいろいろご相談いただければ、はいはい、まあ、貼る範囲だったりとか、はい、まあ、金額見積もりの部分だったりとか、ね、いろいろご相談できるということで、はい、まあ、お気軽に何でもお問い合わせください、はい、というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。